皆さんこんにちは、奈良岡莉子です。今回の動画は私が最近ハマっているこのトランポリンを使ったダイエットをご紹介したいと思います。このトランポリン、まあ、使ってない時はこんな感じで、あ、犬とか猫の、ベッドになってしまうんですけれども、実はこのトランポリン、ジョギングに比べて運動効率が高いっていうことが立証されているみたいで、なんと NASA 宇宙飛行士の方のトレーニングにも使われているみたいです。しかもトランポリンのこのバネを使ってジャンプするから膝とか負担がかなり少ないので、簡単にたっぷり運動することができるので、私はこれ Amazon で4000円ぐらいで買いました。意外と安いし、あと下の階とかにもあんまり音が響かないような作りになっているので、お家でも簡単にジャンプたくさんできるので、持ってる方はぜひ一緒にやってみてください。それではレッツスタート。さあ、ここから飛んでいきたいと思います。今回はこのように2画面でお送りしていきたいなと思います。まず足の幅を結構広めに取ってあげて、軽く弾むだけで簡単にジャンプができます。あれ、2画面じゃないですね。3画面、何の画面、これ、ね、あ、ちょっと見間違いだったかな。はい、で大きめにスタンス取ってジャンプしていったら、ここからツイストをしていきます。で腕もしっかり振ってあげて、そして腰からトランポリンって、あ、ちょっと待ってください。なんで人が増えた？3人もいらないですね。ちょっと鬱陶しいな。ちょっと嫌だな。よかったけど。なんかトランポリンってね、下半身中心の動きになるので、腕周りだったりとか、お腹を意識した動きを入れてあげると、体全体を動かすことができますけど、なんでスローが入ってるんだろう？ちょっとスロー、なんでスロー入ってる？休憩ってこと？あ、次ですね。これもツイストの動きですね。さっきは足の幅を広めにとってツイストしていたんですが、今度は足の幅かなり狭めてあげてツイスト、そして腕の動きですね。あー、ダサい、すごいダサい。なんでこれ3連にしちゃったの？これすっごいダサいよ。この編集やめた方がいいよ。この編集何これ、マットの動画みたいになってるから。あ、ですね、こんな感じです。で、結構バランス崩しやすいので、しっかり中心部分をなるべくね意識して飛んでいきましょう。すごいこの動きダサくなっちゃう。で、だんだんと、スピード感覚を早めていって、ポン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 っていうリズムに合わせてツイスト、そして腕も変えていきます。もう腕の動き飽きてきたらもう何でもいいです。もうとりあえずもうパンチしとく一旦、もうパンチしとこう、ストレス発散みたいなのもね兼ねてパンチしちゃおう。はい、でここで休憩もねちょこちょこ取りますよ。休憩中もねしっかりジャンプは止めないでね、ちょこちょここのズームいらなくない？あ、だからあれスローまた入ってる、あれちょっと待ってこれ、あ、ね、いや、次の動きですね。ちょっと今度はこうガニ股みたいな足元にしてあげて、これでジャンプしていきます。これはねかなり太ももに効きます。もう本当に乳酸どんだけ溜まるんだってぐらい結構パンパンになりますね。結構頑張ってますね。わー、すごい顔、すごい顔してます。でもちょっとトランポリンやってる時って正直人にあんまり見られたくないよね。結構滑稽な図だからさ、なんでだからズームじゃないよ、ズームプラスツルになるの。でもこの編集見たことあるなと思ったらあれですね、サイバージャパンのはるかちゃんの編集のもろパクリですね。ありがとうございますはるかちゃん。はい、はい、次の動きですね、次は頭上で手を叩きます。はい、まあ、これもね結構腕回り肩回りしっかり伸ばせるので、やっぱ上半身もしっかり使っていきますね。あとこうフェスに行ってる気分になって楽しい動きです。私個人的にはね好きな動きです。はい、で休憩中もしっかり飛んでいきますが、このまま次の動きにすぐ行きます。グーパーグーパーで足も手もグーパーっていう感じでね動いていきます。グーパーグーパーっていう感じでこの速度もまた速めていきます
ね、本当にね、ランプリ簡単に飛べるのですごい楽しいんですよ、飛んでいて。こうハッピーなエクササイズなので、私最近本当ハマってます。でもね、やっぱり有酸素運動だから走ってるのと同じぐらい、それ以上すごく疲れるので、横腹とか結構痛くなるんですね。今度は足上げていきます。膝しっかり上げていきます。片足跳びですね。これもバランスを崩しやすいので、結構ね、広いところでしっかり余裕あるところでやってください。で、腕もなんとなくね、動かしていきますし、なんでしょう、腕だけじゃなくてやっぱ胸も揺れますね、はい。こうね、こう簡単にね動けるので本当に楽しい。で、だんだんちょっとまた速度速めていって、小走り気味ですね、ランニングみたいな感じになっていきましたら、またね、この速度を速めるので、この後またダッシュをしますよ。猛ダッシュが始まります。あー、始まった。うわー、あー、すごい頑張ってる。すごい、何がすごいとは言わないけど、なんかちょっと足元だけじゃなくて、その上半身のそのなんかたわわな、それがすごい、もう溢れんばかり、はち切れんばかりでございます。自分でこれを実況するこのメンタル、私はどうなってるんでしょう。ちょっともうよくわかりませんけれども、はい、休憩中もしっかりね。で、今度はまたさらに足上げていきますよ。もう今度はもうね、結構、あ、また増えた。いいよ、頑張って。もう結構きつくなってきた時はね、こう人数増やす、ちょっとなんかみんなでやってる感をね、こう感じながら頑張っていきますよ。よいしょ、よいしょ、よいしょ。あ、いいですね、楽しそうですね。みんなでこう和気あいあいやった感じでね、楽しそう。あ、いいですね。だんだんこれ足も上がってきて、手もだんだん高くなってきてね。では、辛い時ほど大きい動きをね、してあげる。ただなんかバランスが本当崩しやすくなってきてますね。バランスも崩るし、もう乳も崩れてます。今度はトランポリンのサイドですね。サイドをぴょん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 と足を割と背伸びに取って移動していきます。これもまあツイストの動きになるので、お腹周り、腰周りにまた来ますね。うわ、すごい。この BGM と合っちゃって、チャン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 とたわわな音楽で、そう、お腹に来てますよ。頑張ってください。これは父のエクササイズではないですからね。お腹周りから下半身から、でまたほらダッシュで、もう、あ、もう一回ちょっと諦めそうになってるけど、ダメ、もう頑張る、走る、そう、走る走る、今日走ったら走る、いいですよ、いいですよ、小刻みに走ってます。あー、疲れた。本当に運動量半端ないんで、今回だいたいこれ6分か7分くらいの時間だけやったんですけど、これね、5分やるだけで本当に汗だくになるから、トランポリンマジでいいです。はい。で、今度はもうここから終わりにかけていくんですけれども、しっかり深呼吸ですね。やっぱり途中でね、いきなり動き止めてしまうと体もびっくりすると思うので、しっかりゆったり止めていきましょう。お疲れ様でした。はい、ということで、いかがだったでしょうか。すごく短い時間でもかなり汗だくになるのと、プラス全然膝に本当に負担がかからないので、楽ちんに脂肪をがっつり下半身を中心に燃焼することができます。しかもね、結構これ痩せやすい体質になるかなとも思うので、ぜひ皆さんもトランポリンダイエット一緒にしてみてください。他にもね、フィットネス系の動画上げてますし、他にもなんかいろんな動画上げてるので、よかったらチャンネル登録や SNS のフォローもよろしくお願いします。ということで、奈良岡莉子でした。バイバーイ。